ジオが狩猟のすすめ。ジオが一頭の狩猟。ああ、生肉さんごとだね、サブ。いいか、これは。まあ、気が向いた殴る程度で。子煩悩な若い母親。うちの息子ってら虫が好きで、それはもう研究熱心なのよ。ジオがの将来行中に興味を持っちゃって、嫌なもんに興味を持ったな。もしかして、うちの子って天才とか言ってるから、ジオがからね、来行中取ってきてあげよう。よかった、芸術家はいなかったんだ。こいつ前もいたよね。あれ、いなかった。あくまで G 級の来航中なんだ。そう、超伝って書いてる。じゃあこけたらあれだね、みんなしてバサッバサッって言う。バサバサ虫網で地図もらおう。さあ、どこかな。トウ、誰か千里眼つけてないのかい。ね、タカちゃんと。いた、3番じゃない。いた、3番光ってる光ってる。ほらよ、あ、ペイントボールが。あ、生肉がいるじゃん。生肉さん5体だね。ジンオウがトン、トゥエイン。タカちゃんがジンオウが倒してる間に俺は生肉を。ジンオウが倒してくれるんだね。ここ生肉さんいる。タメ出した、タメ出した。早くタメキャンセルされない。生肉、このな、生肉が何もないのにブルブル震えと。生肉1個取った。俺も生肉一匹寝た。酔ったからのフィニッシュ。俺が倒したやつも取れんだろう。うわ、来た、びっくりした。ジンオウガが生肉、生肉。じゃあそういうことか。レーザー、タカちゃん死ぬぜ。死にかけた。生肉取るのに忙しいから。お、銃骨見られた。よし、タカちゃんがやられてる。やばいやばい、仕方ねえ。乗るか、とりあえず。セーフセーフ。一歩離れてる。崩れてなかった。何した？なんか違う動きした。パクション死にそうや、また。いつも生肉出ねえ。やばい、死ぬ。私の生肉取った。やばいやばいやばい。あ、死んだ。おい、何してんだ。生肉取ったのか、シュウヤ。取った取った。生肉は出なかったけど。生肉を出すの？いやいや、生肉のズオワロスを5匹倒す。動きが違う、動きが違う。よっと。乗れてねえ。こんな乗れてねえ。ちょ、焦がすのはガンベ。おお、かまれた、危ねえ。ただのワンワンでなくなってない。あー、そっか、おまけつけてた。よかった、ヒットポイントあってって。飛躍飲んでもた。乗れる、乗れるな。乗れ、俺が乗れ、乗れる、乗れない、乗れなかった。おお、危ねえ。ふう、何事もなかった。おっ、いやー、もうよく飲んできる。そう、生肉と戦ってる間に最大最大状態になっちゃってる。こっと死ぬ死ぬ死ぬ。行って。タケちゃん来てから何もする間もなく食らってる。もう俺が引きつけられるから。死亡フラグ。よし、焦がした。待って、今構わんないわ。それ超ド級、超ド級の死亡フラグじゃない。無理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 。ここ乗れるだろ、ここ。もっと近い。ああ。乗らせてもらえない。だ。ああ、もうみんな、俺が超サポートに動いてんじゃねえか。超俺がサポートもう終わったぞ。ピーピーしてる。3個使っちゃったぞ。 G2 は乗れ、ドラー、いったろ。3人飛んだら誰も乗らない。恐竜かじゃん、これ。寝た、寝た、あ、寝た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 。危なかった。うん、危ねえ。とりあえず爆弾一発分を。こんな睡眠なんかおったっけ。俺ハマ睡眠になった。これの方があれなの、 G 級武器だからね、一応。あ、2個だけ行くよ。乗る準備重ねておいてる。うん、ゴー。いや、待って待って。え、あ、やってもだ。あれ、まあ、ここでやろう。どうやったっけな。ドカン乗るだろう、ってこと。乗らない、乗らないね。炸裂した、炸裂した。 G2 は半端ねえだ。見せてもらうか。いいね、こっちかよ。 G2 の実力とやちょっと待って。おお、攻撃パターンが違う。これが G。 いけ、あの、おお、半分ぐらい。怖えよ。誰だ、ひるましたもん。俺も来てる、俺も来てる。よっと、いった。タカちゃんが吹いた途端に守備力アップ、先に吹いた方がよくないか。吹けた、吹けた、吹けた。乗るか。あのうちの尻尾でも入る。あおん、飛んだら、しかも降りたタイミングでクマさんにぶっ飛ばされてます。あれ、
やべえ、落とし物もある。落とし物と最大回転終わってるからな。トップ、あれ、弾出してる。よし、やった、ナイス、オッケー。落とし物、落とし物、落とし物を飛んだ。よし、10のおつぶ涙。また今回も尻尾切れんの。なんだ、もう切って、切れてる。もう何言ってんの。もう切れてます、とっくに切れてるよ。倒れる、オッケー、倒れるぞ。頭は任せろ。こんなところに透明の生肉が、なんだこれ、バグか。人切れてるな。よし、ピュアラッシャー。シャー、見えない。このまま角をぶち壊すぜ。あ、当然違うとこ応援してる。大光柱を背中で取ろうと思った。割れ取った。よし、まひった。また頭を任せろ。いいんだ、俺も。すごい連携。ちょっと。いいね。もう一回ぐらい寝るんじゃねえ、このまま。あ、ナイス、ヒルミ。ちょっとやばいやつしてるんだ。なんか吹っ飛んだ。そうそう。ちょっとやばいやつしてるんだ。うん。3まで溜めてもらうと逆にちょっとしんどいパーティー分は。よし、また頭。クマさん、ちょっと頭を開けろ。ナイスだ。よし、2回目。このままビオリまで。で、背中だよ、背中。みんなチャンスやで、背中。ハゲって。それもありやで。じゃあ、みんな吹っ飛べ。みんな吹っ飛べ。みんな吹っ飛べ。あ、終わった。ああ。終わったんだ。なかなかいいコンボが続いたね。ちょっと尻尾。尻尾はいいか、後で。うん。まず本体。うん、ちょっと開始と同時にタカちゃん行っちゃって、やばさを感じたんだけど大丈夫だった。リカバリ出た。あれ、雷電って上位じゃなかった。背中を振るの忘れてたな。ちょっとあまりにもボコボコが続いたから。生肉さん急げ、あと3体かな。もっと持ってるよ。あ、1体飛べた、よかった。1体いる。この辺に透明の生肉がしんどくないか。消えてた。俺の中でも。ひだま使って。あ、もう一匹いる、もう一匹いる。間に合うか。一個持ってる。あ、ダメだ、いいね。あ、二個あるよ、俺。ん？生肉さん？もういない。生一匹足りん、生肉さん。俺二、あ、三個一機じゃないとダメなの？いや、納品じゃなくて。納品じゃないね。この生肉さんを倒すってだけ。倒す？そう、5匹倒すってだけ。5匹？で、今4匹で多分打ち止めになったな。生肉納品すんのかと思った。いけないっしょ。なんかいい色、いい色出てるね。引っこ出ろー。風化した銃鎧、これだ。けあれ、剣鎧だったねえ。坊詰め、坊主の。そして風化したが反動合剣術だから、反動と剣術同時に来られても困るんだけどさ。これはひどいな。反動合剣術後のスロットにって かなりいいの2つついてんだけどさ、近距離と遠距離同時はないよな。何ガンブレード的な、うん、回避性ガンブレードかよ。なんか話があるぞ。101